ケピー、こんにちは、ゆうぽんです。久しぶりにセリアに行ってきました。いや、なんかね、ずっと行きたくて。なんでセリアに行ったかっていうと、ぬいぐるみ用の耳当てが欲しくてセリアに行ったんだけど、なくて、あーチェって感じで買い物してたんだけど、なんか思った以上にね、結構いい買い物をしてきたので、ちょっと今日は動画をね、撮ることにしました。セリアに行ってまいりました。袋はね、いつもよりも小さめなんですけど、買ってきたものはね、結構いいものだと思うので、ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。ということで紹介していきます。なんかね、バレンタイン系が多くて、バレンタインコーナーにあるものをね、主に買ってきました。はい、まずこちら。これはですね、ラッピングリングケースっていうものですね。こちら、ラッピングリングケース、果て？なんだい？って感じなんですけど、ハートローズっていうものをね、買ってきました。ハートじゃなくね？これさ、間違えてない。ハートローズ、あ、ハートかローズかってことね。なるほど。なんかその2種類あって、ハートのリングケースか、なんかまあバラのリングケースか、なんか2種類あったんだけど、私はハートよりもバラがいいなと思ってバラにしました。いやー、バレンタインデー近くなってきましたね、皆さん。どれに落とすんですか？あ、かわいい！見て。なんかね、ここにね、下にバラの葉っぱがついてて、パカッと、うわー、すごい！すごいよ、これ。なんかまあリングは1つしか入んなそう。ちょっと入れてみます。これ、いくよ。やべえだろ。これ、やべえだろ。普通に。やばい、これ。え、買ってよかった。シャメ。ちょっとこれ写真、写真だよね。あ、でもなんかね、ちょっとね、ダメなところがある。立たない、これ。ほら、ちょっと立たないね、これね。だから、まあ、ここにひっつき虫つけて、写真撮るかなんかしないと、倒れてしまうので、まあ、そこがちょっとあれかなって感じだね。バランスが。まあこういうものなんだろうね。こうやって。だからまあここにひっつき虫をつけて写真撮るときは皆さん撮ってください。まあこれをね、2個買ってきました。これなんでかっていうとね、なんか私の指輪と旦那の指輪ってできるから。いいの買いました。ありがとうございます、本当に。え、めっちゃいい買い物してね、なんと今日。あ、今日も。そして続いて、こちらもね、バレンタインコーナーにあったものなんですけど、なんか面白いと思って買ってきました。こちら、ミニミニラッピングレジ袋ってものですね。可愛くない？これなんかね、裏に書いてあるんだけど、キャンディーやチョコを入れてプレゼントにしたり、ぬいぐるみに持たせても楽しめる小さなレジ袋です。って書いてある。いや、最近ね、ほら、ぬい取りって言うじゃん？ぬいぐるみを取るっていう。その、ぬい取りもできるよっていうやつだね。なんか一応ね、今、ドールさんがいるんですけど、おいで。まあ、ドールが苦手な方は、ご視聴をお控えくださいませ。一応言っとかないとね。あ、これなんか、コラボイベントが始まるから、同じ服をね、作ってました、ずっと。これは、段ボールで作りました。なんかね、メガネ買ってあげようかなと思ったのね、ドールの。で、その、買う時間なかったから。え、これさ、赤とさ、青色あったよ、レジ袋って。だったら赤が良かったな。ね。もうゴミついてる頭に。いやね、お洋服作りはね、猛スピードで頑張りました。この子と、このドールと、あとは、おべつちゃんに作ってあげてました。あ、サイズ感はこんな感じ。本当になんか、ぬいぐるみ用なんだね、これね。ベアマートって書いてある。行ってきたの、ベアマートに。あー、もうなんか可愛いんだけど、これ。もうすでに可愛い。どうしよっかな。めぐみのパン買ってきましたみたいな、ね。ベアマーケットでめぐみ買ってきました。可愛い。え、可愛い。持ってみ。え、ドールにもぴったりじゃん。ちょっと、あなた。あ、可愛い。めっちゃ可愛い。なんかね、腕に通せるほどの、なんか、袋の穴っていうの、なんか持ち手の広さじゃないから、まあ、この60センチドールだと、まあ、なんか、手に持たせるぐらいかなっては思います。うん、でもま、なんか男の子はさ、ここで持つよりも、だいたい手で持ってることが多いから、男性の方は。いいと思う、それで。かわいいじゃん。かわいいじゃん。ね。
買い物行ってきたの。いや、お父さんにしか見えない、どうしよう。いるいる、こういうお父さん。まあ、あとはぬいぐるみにぴったりということで、はい、こちら20枚入りです。そして続いてのバレンタインコーナーにあったこちら、ラッピングケースおかもちですね。なんか面白いよね。ダイソーこんなのありませんわよ。なんかね、まああれでしょ、ラーメンでしょ、ウーバーイーツラーメンみたいなね、昔からあるもんね、ラーメン配達するのはね。それですね。あとはなんかね、柄がね2種類ありました。なんだけど、まあなんかラーメンっぽいマークにしましたね。これも面白いよね。うわ、かわいい。で、お、すごーい。なんかさ、ラーメンかと思いきやチョコレートみたいな。だからこれもさ、縫い取りもできるし、まあ、バレンタインチョコを入れて、なんかまあ面白くなチョコレートを渡すこともできると思います。なんかすげー重たそうに持つじゃん、この恵み。で、そして続いてですね、あれ、サトルくん、あれ、めぐみくん、これ皆さん何だと思いますか？そうです、こちらもですね、バレンタインのねコーナーに置いてあったものなんですけど、こちら、ラッピングケースゆりかごですね。このゆりかごは水色とこちらのピンクがありました。もうこれもね、ラッピングというよりも、もうとにかくぬいぐるみとか、まあ、この子たちを寝かせたいっていうやつです。もうほんとそれだけ。ちょっと組み立ててみますね。はい、もうこんな感じにね。しかもこれね、揺れるの。揺れるの、こんな風に。ほんとにゆりかごだよ、これ。ね、めっちゃ可愛いよね。そう、なんかこのオビツロイドにはね、すごくぴったりなサイズだから、もうぜひ持ってる方はこちら買って、可愛いね、お写真撮ってみるのもいいと思います。で、ちなみにぬいぐるみもね、すごくぴったりなの、これ。あ、ちょうどいいのいるじゃん。あ、やだ、ぴったり。ちょっと待って、かわいいぞ、これ。じわる。って感じで、もう私はこうやってね、なんかかわいく写真を撮りたいなっていうのと、まあ、飾ってもかわいいしね。こちら、買ってきました。迷わず購入です。これは。生まれました。で、そしてこちらですね、水ピカ。水ピカもね、買ってきました。じゃあね、お風呂掃除とか、洗面所掃除とかさせるときに、やっぱ必要なんだよね、この水ピカ。なんか色めっちゃ綺麗。はい、そして、まああとはまあこれはあれなんだけどね。これはまあ、なんだ、私物っていうか、まあ全部私物だけど、マスキングテープのホワイト。これさ、めっちゃね、前回ダイソーですごい大量に買っていったんだけど、もうなくなってしまって、2個買い足してきました。で、続いてこちら OPP テープ。まあこれもなんか私物、なんか生活用のものなんだけど、まあテープってまあ使わないと決まると思うけど、ほぼ毎日使うものじゃない？テープって。テープはティッシュと同じようなもん。そして続いて最後なんですけど、私運命かなと思っちゃうぐらい運命感じました。まあ、コラボがあって、カラオケのね、その私の推しがボーカルでマイクスタンドを持ってたのね。で、マイクスタンドうちにないし、まあ、どうしようかなと思ったところ、ちょうどよくセリアにね、マイクスタンドが売ってました。こちらもう嬉しくて、ただこれがぴったりかどうかっていう話ね。はい、ちょっとアップにしました。まあこんな風に服をね、オビツロイドちゃんにもね、服をね、ちょっと作ってあげました。こんな風に作ってあげて、ここでマイクスタンドを持たせたいっていう。ほら、マイクは取り外しが可能ですって書いてあって。ちっちゃい子用でも、まぁ、ちょっと大きい子用でもできるってことね。小さくもできるし、長くもできる。めっちゃいいじゃん。ただね、オビツロイドは6分の1スケールだから、どうだろう。ちょっと待って、どうやって歌おうとしてんの ?6 分の1と12分の1はちょっとあれだよね。そうだよね。だって逆にこれでもちっちゃいでしょ。あ、なんかもう台に置くしかないのかな？そしたら、台にね。やだ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 。マイクも取れる。え、すごいこれ。ちゃんとここのマイクスタンドからマイクも取れる。なんかここの、マスキングテープに乗せて、もう持つしかないんじゃない？もうこうやって。スタンド。で、これ多分さ、なんとかしたらいけそうな気がする。はい、ということで今日は、セリアでの購入品紹介は以上です。いやー、なんかね、ダイソーと比べてみると、なんかセリアってさ、またちょっと変わったものが売ってるから、なんだろう、まあ生活のものも何個かあったんだけど、まあ、ほとんどなんかおもちゃ的な、なんか面白いものをね買ってきた感じです。いやー、よかったよかった、本当に。
いや、セリアってさ、なんだろう、こう、たまーに行くのいいね。なんだろう。なんか季節ごとにさ、セリアって結構さ、入れ替わりするから、商品の。だから毎回ね、行くたびね、楽しみになってくるんだよね。今回は何売ってるんだろうみたいな。まあ、ぜひね、セリアにはこんなものがたくさん売ってるのでね、バレンタインの商品とか気になったものがありましたら、ぜひ皆さんも足を運んで見てみてはいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぱん。